ブルースウルトラどうもクサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。最近のヒロバカの話を皆さんとできればなぁと思っています。まあ、定期的にねまたありヒロバカトークの動画もお届けさせていただこうかなと思ってます。他にもね動画はいろいろ考えてます。まず映画でしょうか。原作連載中最後の映画僕のヒーローアカデミアザムービー You are next 明日上映終了する劇場が多いんじゃないかなと思ってます。まあ、公式発表はねまだないんですけど配給元の東宝の映画館が明日で通常上映はまあ終わっちゃう感じでいよいよって感じがしますね。ということでさすがに今日もね京都で懲りずに行ってまいりました。池袋はチャリンコですぐなのでサクッとね見てきました。もうね何回行ったかな、いや何百回何千は行ってないけどね、あんまね覚えてなくて10回行ったあたりから数えることをやめたんですけど、まあもう終わるんだなって思って見る映画が今日の映画が一番おもろかったですね。今回の映画ね、まあ、見どころを詰め込みすぎてて情報量が多い映画だなって今でも思いますね。まあ、だからこそ見つぶした今の方が楽しめるね映画だったりするわけなんですけど、まあ、特にダークマイトはねめちゃくちゃいいキャラで未だにね味するんですよね。なんかオールマイトに否定されてんのに喜んでるね様子が未だに面白くて、もうちょっとねダークマイトを信じてあげてたらもっとね別の映画になってたんじゃないかなとも思ったりするんですけど、まあ、あとね一個だけ未だにおもろいのが仏デクがニコニコしてるところラストじゃなくてジュリオバイクに縛り付けられながらデクがニコニコありがとうって言ってんのが未だにおもろいですね。ただヒロアカファンとしてはもうやっぱ大満足な映画だったんじゃないかなと思います。もう映像がねもうこれ以上はもうないんだろうなって思ってしまうもので才の子なんですよね。もう映画ないんかな。まあ、ぶっちゃけね新作映画見たいんですよね。ダークマイトかな。いやダークマイトはね悪くないんですよね。もうちょいねダークマイトに感情移入できるともっとね違う世界線の映画だったのかなとも思うんですけど、やっぱダークマイトはダークマイトなのかなとも。成功しても微妙でもおもろいのがダークマイトだったわけですが、まあね原作完結ブーストで50億ねいけなかったとはいえですからね、下には下がいますし上にはいるわけですが、まあでもねヒロアカが輝いてんの見てえなっていうのは共通認識なんじゃないかなと思ってて、ヒロアカっておもろいんだぜっていうのがねわかる映画をいつか見てみたいわけですね。まあ、今までの映画って原作の埋め合わせみたいな側面が強くてやっぱり原作を超えらんないと言いますか。あ、でも映画第2弾だけはヒーローズライジングね、だけはやはり連載当時の原作をね、超えてましたけど、原作がね、終わった今だからできる映画もあるんじゃねえかなとも思ってしまうのはね、差がでしょうね。ぶっちゃけね、デクだけとか、爆豪さんだけ、トドロキくんだけとかでもいいんですよね。まあ、運がいいことに、ヒロアカは僕らのじゃなくて僕のヒーローアカデミアですし、まあ、デクがね人気1位ではないですし、まあ、誰が主人公でもいいわけで、僕小三治的にはエピソードザ・スカイクローラーをね見るまでは死ねませんね。もちろんね堀越先生なんですけど、まあ、チート級のオール・フォー・ワン・ファミリーは無限にいるんでいけますよと先生待ってます。ああそうそう、池袋の東宝のヒロアカ上映、今日人めちゃくちゃいてびっくりしましたね。先週、先々週はポツポツって感じだったんでびっくりしましたね。8割ぐらい埋まってて、やっぱヒロアカってすんげんだなって思いましたね。昨日は確かね、応援上映あったんですかね、金曜日。僕、小三治はね、正直なところ、人前での応援っていうのが苦手で、まあでも応援するのは好きで、画面の前ではいつもニコニコしちゃうタイプなんですけど、いつかね、一人応援上映は行ってみたいもんですね。さて、今後のヒロアカってとこやと、原作42巻が12月上旬に発売されますよね。めちゃくちゃね、加筆されてるって感じじゃないと思いますけど、やっぱ楽しみですね。全巻セットがね、発売されたら、さすがに買いたいですね。
表紙誰なんですかね。デク短期か、デク爆豪な感じですかね。A 組でもいいですよね。卒業写真みたいな。卒業写真見て。卒業写真、いいね。卒業写真見たいな。青山くんいるかな。42巻ね。42巻の表紙、一巻オマージュやと、まあ、デク先生がいて、後ろにでかい爆豪さんがいて、その後ろに A 組みんながいて、みたいな感じかな。堀越先生の原作最後のお仕事、まあ、もちろんね、ファンブックや画集もありますけど、やっぱ寂しいですね。まあ、もちろんね、楽しみなんですけど。続いてのヒロワカトークは、カーテンコール。ヒロワカ7期ね、賛否はあれど、カーテンコールがね、でかすぎたアニメ7期だったんじゃないでしょうか。数年ぶりの神曲誕生かなと思ってます。スペシャルミュージックビデオがね、最高ってのはもちろんなんですけど、カラオケの人気ランキングにガッツリね、入ってるんですよね。ジョイサウンドだけじゃなくて、ダムもカラオケの鉄人にもね、普通にランクインしてるので、カーテンコール人気曲になってます。まあ、と言いますもね、僕、小三治一人カラオケがね、趣味なんですよね。もちろん歌はね、下手くそで、80点ぐらいね。なんとも言えない点数ね。コメントのね、しようがないんだよね。80点って。人前でね、アニソンを歌えないストレスを人からで解消してたら、一人カラオケはね、趣味になったわけでして、高校生ぐらいからかな。で、僕、小三治最初は、カラオケで、アニメの人気ランキングの曲を歌うわけですよ。メジャーの心得、ヒロワカのピースサイン、ナルトのシルエット、銀玉のサムライハート、ビースターズの怪物とか、毎回セットするわけですよ。そしたらね、ここ1ヶ月、毎回ね、カーテンコールがね、ランキング上にいてびっくりするわけなんですよ。毎回心が踊り踊る。あ、またヒロワカがいるって、これはカーテンコールいるよって。ってね、なるわけですね。そう、もうカーテンコールは人前で歌っていいっていうね、ことなんですよね。いや、この嬉しさは伝わるかな。まあ、とは言ってもね、僕小三治は友達とカラオケここ1年行ってないんですけどね。まあ、ピースサインはもちろんね、ずっとねランクインしてるんですけど、ほんとね、カラオケのランキングトップ10にヒロアカの新曲があるの本当に久しくて、何以来だろうな。ロングホープフィリア。ロングホープフィリアは、たまーにピースサインの次にランキングにいて、あとはいない。スターマーカーとシャウトベイビー、スターマーカーとシャウトベイビーはちょっとね、ランキングに入ってた記憶ありますね。リリース当初は。でもね、がっつりね、トップ10に居座ってるのはね、初めてかもしんないですね。嬉しいですね、カーテンコール。これでヒロワカをね、布教できるのはね、いいんですよね。あ、ヒロワカ見てない感じかってね、言えるのがね、すごいいいんですよね。そのヒロワカがね、人気作っていう象徴でもあるんで、そう。ここ数年ね、カラオケで毎回アーティストさんの名前を検索して新曲をね、選んでたんで、このカーテンコールはね、マジで嬉しくなんですよね。発揮の主題歌も、ピースサインはね、ハードル高すぎますが、カーテンコール級を期待したい。そんな楽しみもあるわけです。まあ、今回のね、ヒロワカトークは、こんなとこで失礼しようかなと。あと、カーナビか。カーナビ、ヒロワカのカーナビボイスがね、あるらしいですね、最近。僕、小三治はね、絶対に人を引いてしまう自信があるんで、車はね、乗らないんですけど、自転車でもね、使えたら使いたいなって思ってます。ぼちぼちね、ヒロワカ42巻も発売されますし、ヒロワカを忘れないように、ヒロワカのね、動画も出させていただきつつ、新しい YouTube にね、チャレンジさせていただきつつ、あ、そう、最近ね、イラストを練習してて、別チャンネルでヒロワカ関連の動画をね、投稿したら、ここでもお知らせしようかな、とか思ったり、あと社会で仕事をしつつ、頑張っていこうかなと思ってるんで、皆さんも頑張って生きてください。また会いましょう。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。See you next 動画。バイバイ。